こんにちは。奨学金を得て2年間のオハイオ大学大学院プログラムを修了した本田博明です。中部大学では人文学部英語英米文化学科を専攻していました。オハイオ大学大学院のアジア学科で主に政治、地理、歴史、また言語学、英語の教授法、第二言語習得論についても学んでいました。この動画で私が皆さんにお伝えしたいのは、自分が目標に向かって進んでいく中で、あなたには無理だろう、力不足だなどと批判をする人が出てくる可能性があります。果たしてそうでしょうか。私は自分を分析し、何が今の自分に必要か、そういうふうに考えられるスキルを養ってほしいなと切に願います。私ももともとあまり自信がある人間ではありません。ですが毎日分析をし、自分に何が足りていないのか、そしてどのように成長できるのか考えるようにしてきました。そうしてこの大学院でさまざまなことを学ぶ機会がありました。なのでもし何か皆さんがやりたいことがあるのなら、すぐに諦めず、自分に今何ができるのかということを考えて前に進んでください。不言実行の精神でみんなで頑張りましょう。今後はオハイオ大学大学院の言語学で、さらに教授法、また第二言語習得論について深く学んでいきたいと思っています。If you have something you really want to do, just go for it. では皆さん、またどこかでお会いしましょう。こんにちは。この度、オハイオ大学大学院を修了した向井川美沙です。中部大学では人文学部英語英米文化学科に所属していました。卒業後は奨学金をいただいて、オハイオ大学大学院のインターナショナルデベロップメントスタディーズで、政治や経済、文化などの幅広い観点から、国際開発や国際問題を解決するために必要な知識などを学びました。大学院生としての2年間、自分と10歳近く離れた職場経験の豊富なクラスメイトや、10カ国以上の様々な国籍の友人たちと関わっていく中で、多種多様な人生観に触れ、将来の選択肢を大きく広げることができたと強く感じています。一歩踏み出さなければ出会うことのなかった世界や、自分の新しい一面を発見することができ、とても密度の濃い時間を過ごすことができました。自分の将来について考えることはとても難しいですが、学生生活の中で常に変化し続ける気持ちを忘れず、いろいろなことに挑戦し、自分の隠れた才能や可能性を見つけられることができたら、とても意味のある学生生活になるんじゃないかなと思います。変化を楽しんで新たな自分を引き出してみてください。ありがとうございました。こんにちは。この度、オハイオ大学大学院の国際学研究科アジア学専攻の修士課程を修了した中田光大です。私は2019年に中部大学の人文学部英語英米文化学科を卒業しました。中部大学の奨学金制度を利用し、2年前の2021年にここアセンズに来ました。所属の研究科では、沖縄の言葉の復興をテーマに地域主体の言語復興運動について研究を行いました。また外国語としての英語教授法を学び、世界でも通用する英語教員免許を取得しました。今後は故郷の沖縄に帰り、高校の英語教員になる予定です。大学院での経験を生かし、生徒の英語学習をサポートします。また博士課程に進むことも視野に入れて、これからも沖縄での言語復興の在り方について研究を続けていきたいと思います。大学院での研究生活を終え、今思うことは、この2年間のアセンズでの生活は自分が何者なのかを知る素晴らしい経験だったなということです。例えば先生や同期とディスカッションを重ねることで、自分が何を考えているのか、どういうスタンスで物事に向き合っているのかなどを整理することができました。自分の考えや立場を明確に意識することができたとも言えるかもしれません。もちろんこれらのことは日本にいてもできます。しかしマイノリティとしてアメリカ社会で生きること、現地の人々や世界中から集まる留学生との交流などを日常とすることは、
留学生としてアメリカの大学院で研究をする醍醐味だと思います。様々な角度から自分が何を考えているのかを突きつけられ、言語化していく作業はとても大変ですが、同時にとても楽しいものです。皆さんもぜひ一度自分は何者なのかを考えてみてください。ありがとうございました。